テレビ朝日系、トリ新一モーニングショー、月金曜、午前8時は29日。パリ五輪柔道女子52キロ級の阿部詩、パーク24は2回戦で、第1シードのケルディヨロは、ウズベキスタンに谷落としで一本負けして敗退し、2連覇が消滅したことを報じた。兄の123、パーク24との兄弟連覇を目指したが、衝撃の敗退を喫し、 呆然とした様子で畳を降りるとその場に崩れ落ちコーチの胸にしがみつき大きく声を上げ泣き叫んだしばらくその場を動けなかった阿部コーチに支えられるように歩き会場を後にする際場内からは歌歌のコールと拍手が響いた月曜コメンテーターで俳優の石原良純は阿部歌がこの大会までどれだけ努力してと思いを馳せた 続けて泣け叫んだ姿を、これを見せない方がいいって SNS で出ていると触れ、だけど、これを含めてこれが努力の回。3年間の戦いの回と表現し、人に勝負だから残酷なところもあるけど、僕はこういう姿もオリンピックの1ページだなって。まだ始まったばかりだけども、しかしたらこのシーンが、今回のオリンピックで一番印象に残るシーンなのかもしれないと指摘した。 さらに、まだまだこれからの勝負に、安倍さんもアスリートの皆さんの戦いに期待したいですね、とエールを送り、改めて敗戦を、僕らでさえ悔しかったと明かしていた。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。お見事な一本勝ち。正直言って乾杯だと思います。相手選手は、安倍歌選手の号泣を目の当たりにして、 安倍選手の気持ちを思わなかったのかガッツポーズや喜びの行動さえもなく静かにゆっくりと会場を後にしましたその後金メダルに輝きました実力人間性運、うん、全て相手選手が優れていたのだと思いますお疲れ様でしたまだまだ若い阿部詩選手には ロサンゼルス五輪でのご活躍を期待しています。それだけ苦しい思いもしたのだろうし、それだけ努力もしてきたのだろうから、その感情は否定するべきではない。ただ、金メダルを取る人以外は必ず負ける。その人たちも同じだということ。ならば、勝者を称えるような所作があってもよかったのかなとは、思います。裏で泣くだけ泣けばよい。 そういう意味でテレビで流さない方がいいという意見になったのでしょう負けた後の態度もとても大事だと思います泣くなとは言わない泣く気持ちも分かるが相手選手へをリスペクトし会場への配慮もしてほしかった延々と号泣する姿はさすがに引きました完璧な一本負けなのだから勝者をしっかり称えるべきで負けを素直に認めるべき 号泣する姿は相手のことを考えない人間に見えた号泣する前にやることがあると思いますいろんな考え方があると思う今までも泣きたい気持ちを我慢して競技場を後に知ってから大泣きした選手も多いらしいし前日の永山選手も努力に努力を重ねて誤信で負けた悔しさは半端なかったと思う選手に負けて 裏で泣いたた選手も多かっただろう。金を取った角田選手も東京五輪の代表の時の負けは悔しかったはずそう考えると悔しいのは視選手だけではないと思うんだよな泣く気持ちはわかるけどそれを我慢していた選手も多いというのは忘れてはいけないと思うあの泣きの気持ちは他の選手だって持っているんだよ 負けた選手の号泣シーンをこれでもかというくらい流し続けていたのが不快だっただったら金メダルの角田選手の試合を1回戦から表彰台での君が代をまで見せてほしかった他にも頑張っている選手がいっぱいいるのに偏った報道はいかばかりかと体操で池谷選手が注目選手紹介したり採点の見方説明したりはよかったけど 武道で一番初めに教わることは、相手に敬意を表す礼をすること。強くなることも大切ですね。ですが武道はスポーツとは少し違います。試合と試合です。選手は、一番大切な何かを失いつつあるのかも。対戦された相手の選手。試合後の立ち居振る舞いの見事さ。まさに王者にふさわしいです。試合にも勝利し、勝負にも勝った。 この辺りからやり直して次は選手にも素晴らしい試合を見せてほしいワイドショーやダイジェスト映像の編集に問題があると思いますさも試合が終わって例もせず畳の上で泣き崩れたかのような報道ですが試合の全てを見ていた方は知っていると思いますがちゃんと例に始まり例に終わる最低限の配慮はしてますよメダルラッシュも もちろん喜ばしいし何度でも見たい映像ですがこういう場面も重要な気がします選手の日々の過酷な練習オリンピックに出場するプレッシャーそして兄弟同日金メダルの夢が叶わなかった悔しさ悲しさは本人にしかわからないものだと思う悔しくて悔しくて感情を抑えれなかった姿はむしろ見せてくれた方が テレビで見ている側は選手への値切らいの気持ちも持てると思う。実際、志選手が会場で泣き叫ぶ姿に、観客席の皆さんが、シュコールと拍手で励ます光景を映像で見て、感動しました。安倍一文選手、志選手本当にお疲れ様でした。志選手、気持ちの整理に時間が必要だと思いますが、日本に、 帰国の際は笑顔で帰ってきてくださいスポーツは勝者と敗者が決まるものなので敗者が必ず生まれ負け方にも人間性が現れ悔し涙や自分への怒りなどさまざまなドラマがありますスポーツ選手があんなに長時間人前で泣き叫ぶ姿は見たことがありません世界中に放送され今後はこれがこの人のイメージになってしまうのが残念です せめてロッカーに入ってから叫べばよかったのにやわらちゃん谷涼子さんの時代に敗者の北朝鮮の選手が泣き叫んだことがあり驚いたのを覚えていますがそれでも短時間でしたオリンピックは確かに特別なイベントです特別な思いがあったことは理解しますでもやはり今回の彼女の号泣は褒められたものではないと思います 勝利した選手はどんな気持ちになったでしょうか慰めの歌コールをどんな思いで聞いていったでしょうか歌さんは日本の代表する柔道家です。試合の場では礼で始まり礼で終わる。そんな姿を見せて欲しかったと思います。別に泣き叫ぶ姿を撮ってもいいと思うし、見せてもいいとは思う。しかし、あまりにも近くで撮るのは いかかがなものかと思う番組を見ていて気づいたが阿部選手が泣き出した際にかなり近い距離1から2メートルでシャッターチャンスと言わんばかりにカメラを構えていたカメラマンがいたそれを見てあまりにも近い距離だったのでいい気はしなかった今回の彼女の場合遠くから撮影するだけで良かったのではないかと思うし近くに寄って撮影するのはどうなのかと思う 例えば夏の甲子園とかでも、敗退して甲子園の土を集めている選手に対して地べたに寝転んで至近距離のローアングルから撮る、カメラマンがいるが、あれも見ていて引いた。選手とカメラマンには適切な距離感が必要だと思う。報道するなとは言わないが、撮り方は考えるべきではないか。